はい、では2つ目のキーワードです、はい、バスケと美術二足のわらじはい、子どもの頃からイラスト、うん、まあ、絵を描いたりするのが大好きだったももさんです、はい、中学の頃にはもうあの、うん、例えば学校祭のポスター描いてとかね、はい、みんなに言われるようになったりするぐらい、絵がまあ上手な人で、まあ、自分としてもは私絵好きだわっていうのは、そうですね、絵はもうちっちゃい時からやっぱり好きだったので、うん、あの日頃からそれこそなんかいたずら書きとかいっぱい、教科書はね、はい、うん、授業聞かないでいたずら書きでいっぱいっていうそういうタイプです、でした、はい、なのでなんか書いてって言われて、うん、いいよって言って書いてて、はい、なんかこう自分が上手とかそういうことは全く考えてなかったんですけど、うんうん、でもなんとなくこう金賞とか賞もあったりとか、そう、絵を描けばもう賞を取るような感じで、そんな感じで、でうまいねうまいねって言われてるこうね、豚ちゃんじゃないけど、うん、豚も金に登ればなんとやらで、いや嬉しいですよね、なんかちょっと登ってみましたみたいな、そんなんでこう人に頼まれると学祭のポスター書いたりとか、はい、そんなので、まあ、自分 の、まあ、あのイラストワールドを広げていったところで、今度高校生になった時に、ももさん中学からバスケやってたんですか。そうなんです、中学校というか、まあ、正確に言えば小学校5年生から、ミニバスケットから、はい、私と同じですね、私も小学校からやりました、ね、はい、やってました、小柄ですよね。そうなんです、背伸びなかったんですけどね足早かった、足もそうですね、すごく早く、早いわけじゃなかったんですけど、かけっこは好きで、はい、まあ、中学からバスケやってたんで、高校行った時に も、 もう先輩待ってたらしくてね、そうです、入学式の日に、もうあなたバスケットクラブねはいみたいな抵抗は一切できず上下関係が出来上がってますから、美術の先生がすごい面白い先生だったので、なんかお前美術クラブに入れって言われたんですけど、もうバスケットに入ってたので、バスケ入っちゃいました、はい、まあ、必修クラブを取ったわけなんですけれども、じゃあ必修で美術入れよって先生に誘われて、ね、必修美術を取ると、はい、それで、まあ、その中で先生がなんかちょっとデザインとかの勉強しないかって言われてですね、なんて言って、でもなんかちょっと面白い先生で、そして人をこう乗せるのも上手だったんでしょうね、それでなんかこの先生の、まあ、なんか言うことだったらなんか面白そうっていうのもあって、あ、いいですよってやってみますって、でたまたま仲良かった友達も同じように声かけられて、で2人でですね、1週間に一遍課題が出るんですね、もうバスケをやりながら、その課題をこなした、その課題は結構ハードです、ということですか、ね、ですね、10センチの真四角ですね、真四角の中に、例えば円を使って、平面構成をしなさいって言うんです、それが1個じゃないんですよ、50個なんです、1週間に50個、まあ、あの5日間って考えても1日に10個、まあ、8個から10個は、デザインをしていかなきゃいけないんですけど、それも、鉛筆の濃淡だけなんですね、だけで、とにかく円を使ってデザインをしていく、ある日は、線を使って、線の太い細いとか、まあ、あのそれがしましまの具合でもって、構成していくっていうのを、とにかく毎週毎週50個ずつなんです鉛筆だけでそれをバスケの練習が、まあ、終わって家に帰るでしょ、ご飯食べてお風呂入って、そこから寝る時間しかできないですよね、寝る前の時間しか、そうですね、それでもう本当に、深夜ラジオとか聞きながら毎日2時3時ですねで朝も5時半とか6時にちょっと高校遠かったので、6時にはもう起きて、6時半には家を出ないといけなかったので、まあ、そんな生活でしたね、なんかすごいでしょ、どっちか選びますよね、だけどそんなことなくて両方ちゃんと二足のわらじで頑張ったっていうのはすごいなと思うんですけど、よくやってたなと思いますね、考えたら、その課題をずっとやり通したっていう、あとその先生との出会いもね、その高校生の時からももさんのことを、あのどうだっていうことで言ってくださってるって、才能を見抜いて、やらせようと思ったところがその先生との出会いも大きかったですね。やっぱり今思うと、あの先生がいて今自分がいるなと思いますね、課題を提出する方も大変だけど、もう見てよし、じゃあ次これ出してっていうふうに課題を出す方もね、やっぱりこうそういう経験値がないと、そうですね、なんか2年間育てて本当にもらったなと思います、この先生2年間なんです、3年目でなんと転勤になってしまって先生最後の1年間まで、ね、3年生が一番大事なんですけどなんかそんな感じだったんですけど、で3年生の時に赴任してきた先生がまたちょっとユニークな、
北海道にはちょっとなかなかいないタイプの、はい、東京の、はい、日大から来た西毛出た、はい、うん、あの彫刻家の彫刻をやる先生だったんですね、はい、また面白い先生来ました3年目で、はいはい、お前デザインをやるんだったら、うん、デッサン鉛筆デッサンというものが必要なんじゃないかって言われて、でデザインの平面構成は2年間やってたんですけど、うんうん、デッサンですか、鉛筆デッサンですかみたいな、はい、木炭はね触ったことがあったんですけ ど、はい、鉛筆でですかって感じでですね、うんうん、でその先生に今度鉛筆デッサンを、はい、教わって、でお前受験するんだったらちゃんとあの美術の予備校行かなきゃダメだとか言われて、はい、それも田舎育ちなんで、美術の予備校ってあるんですか、から始まって、はいはい、札幌の子はねやっぱり美術大学あの目指してる子は行きますから ね、私も田舎なんで、いやいやいや、いや全くすごい、だからでもやっぱり先生のお子さんから受験勉強始めてるのかな、ね、はい、そうですそうです、はい、素晴らしい、 で、はい、でもそういう先生のアドバイスのおかげで、はい、はい、そうかって思って本格的に、うん、もう遅いんですけどね、本格的にやり始めました、その母校から美大に行く人は本当に少なかったみたい、そうですね、歴代初めてみたいなぐらい、ね、はい、そうなんです、札幌の美大に行くわけですもんね、はい、そうなんですよ、いや、うん、でも本当にこうバスケと二足のわらじで頑張った甲斐もあって、2人の先生との出会いは今振り返るとどうですか、やっぱりですね、こう自分が絵を描いて、生活をしようって思 こう方向づけをね、うん、思いっきりそっちに行けばちゃんと道あるぞって教えてくれた2人だったなと思いますね、はい、うん、こう漠然とこう行って何があるのかわからないっていうんじゃなくて、うん、行けば必ず道はあるっていうふうに2人はちゃんと教えてくれたなと思ってます、それは自分の中で本当に、ね、大きかったなと思って、いや本当に恩師ですよね、高校時代にそういう恩師に会えるってものすごく、はい、早い時期にね、自分の将来もこう考えられるって、はい、あの超ラッキーなことですよね、いや本当に、思います、はい、そんなわけでバスケと美術二足のわらじで頑張った高校時代、はい、見事に実を結んでいらっしゃいます、あ、そうですね、では3つ目のキーワードに行きましょう、はい、